こんにちは。体のいい田島円勝負です。今日は2019年の9月28日です。現在の値段は 4.175 円ですね。はい、昨日からちょっとだけ上がってます。で、トランザクション、取引高、ちょっと桁が減ってますね。1個下がって7500万円だということで、少し取引が落ち着いているようです。4時間足見るとレンジですね。はい、一旦ガーンと下がって、この間、一番安値ちょっと更新してますけど、4.9 円ぐらいの更新、4.8 円台までいってるのかな。はい、ここでずっとレンジ、ただ上をちょっとツンツンツンと叩いて、こういくのかなというところですよね。はい、ちょっと長いレンジで見てみますと、はい、ずっとここで反転してきそうかなって言って見ていて、を反転したと思ったら、ガーンと下がってきたということですよね。はい、ここから反転するんじゃないか、と思ったら、さらにそこを予想を裏切ってここですね。で、ここでアセンディングトライアングルのような感じになってます。はい、もう一回ちょっと見てみますと、こんな感じですよね。ここで作ってこうなりました。ここでこうなりました。ここでこうなりそうでならんかった。で、ここでまたこうですね。はい、で、こういくんじゃないかと思ってますけど、いつもだいたい上かなと思ったら下来てますよね。はい、そうですね。ちょっと取引も、まあ、週末ということで減ってるのかもしれませんけども、減って値段も下がってるということですけども、体のは盛り上がってまして、このように、チャルさんが向こうに入って、これ前夜祭のようなものですよね。で、はい、当日の準備ですね。多分この中にこの T シャツが入っててみんなもらえるんでしょう。で、あ、これですね。カルナファンデーション will be live streaming from ということで、ライブストリーミングがあるんですね。ちょっとここ開くのはちょっとまた後にしときますけども、児玉社長、そしていろんな展示物がありますよ。はい、で、当日の様子がこのようにもう出てきてます。あ、いいですね。当日の様子ですね。はい、これ2人のツーショット。はい、食事かなんかしたみたいですよね。そしたらセバッチャンさんですかね。違ったかな。小玉さんが喋ったんですね。ちょっと見てみましょうか。はい。すみません、ちょっと聞き取るのは難しいですね。はい、ということで、非常な盛り上がりだと思います。あと2周年のケーキですかね。はい、はい、このようにですね、非常に盛り上がってます。なので、まあ、これからですね、まあ、体のだけじゃないですけど、いろいろブロックチェーンがね、盛り上がっていくっていうのがよく感じ取れるので、今からも注目していきたいと思います。4.18 円ですね。4.18円、14,012.9×4.18、元本が10万円でしたので、マイナス41,426円となります。はい、41.4% のマイナスということです。はい、全然問題ないですね。はい、良い週末をお迎えください。ありがとうございます。失礼いたします。